まず第6位は渡墨島の荒人神の巫女三五の宮ここみ。一見すると記事も多くそこまで際どくないように見えますが、目を凝らすと重要な部分をギリギリまでそぎ落としたかなり攻めた衣装と言えるでしょう。しかしそれをやらしく感じさせないのは彼女の気品によるもの。多くの冒険者が回復役で彼女を使い、渡墨島に住む人々と軍のモチベーションが高いのは彼女の器量と衣装によるものが大きいでしょう。第5位はなんちゃってシスターのロサリア。正面から見ると聖職者のように見えますが、サイドからバックにかけては聖職者らしからぬ部分が見え隠れしています。ある任務でモンドの敵だと疑われずっと監視されていましたが、残念なことにその疑いは晴れ、監視されることはなくなってしまいました。またロサリアに監視されるために何か暗躍したいと考えています。モンドではもしかしたらロサリアがいるかもしれないという目的で教会にお祈りしに来る人がいるとかいないとか。もしロザリアを見つけた方はご一報をお待ちしております。第4位は稲妻の誇る花火職人よいみやちゃん。職人肩着であるためその衣装は少しはだけており、あわよくばポロリ的なものを期待した冒険者も多いでしょう。残念ながらよいみやちゃんの肩よいみやは晒しによって隠されていますが、それがさらなる妄想と期待を膨らませているのも事実です。彼女が実装された8月には多くの諭吉が美保代の空へと打ち上げ花火のように儚く打ち上げられていました。さすが夏祭りの女王といったところでしょうか。第3位は偉大なる先制術師モナちゃん。彼女の衣装は衣装というよりは水着といった方が正解かもしれません。占い師でその格好が必要なのかという疑問は置いておき、キャラクターの中で最も体のシルエットが分かり、レイヤーたちにとっては最もハードルの高い衣装になっています。ゲーム環境ではティア1キャラでも、残念ながらコスプレ環境ではティア3キャラに位置づけられています。そんな彼女の特技の一つはダッシュ移動。地面も水面も潜って高速で移動できます。しかしダッシュ移動が速くて便利であるにもかかわらず、わざわざダッシュさせずに揺れるモナちゃんを楽しんでいる冒険者がいるのも確かです。モナちゃんがモンドから出る際に毎回ティミー君が顔をあからめている様子も目撃されているそうです。もしかするとティミー君にはハト以外にも目的があるのかもしれませんね。第2位はリーウェ七星の秘書として働くカウン。全身タイツのようにも見えますが、アングルを変えてみるとスクミズのようなものとタイツが組み合わさった衣装になっています。リーウェの空を飛びながら絶景を楽しむと同時に、もう一つの絶景を楽しんでいた冒険者も多いでしょう。二次創作の民たちはメインアタッカーではなくメインディッシュとして彼女を引き、作業が大いに進んだという話を聞いたことがあります。彼女自身は自らの先住キリンの角を周囲に見られていないか気にしていますが、周囲の男子たちは角よりもその衣装に釘付けであり、彼女はそれに気づいていません。リーウェに住む商人たちは大した用事がなくてもカウンに会うためにわざわざ職場に訪れるとか訪れないとか。彼女が毎日仕事に追われているのはそのせいかもしれませんね。栄えある第1位はバージョン 2.4 から登場した神格。2位のカウンとは入れ違いではありますが、同じ師匠の下で修行した妹弟子。その衣装は姉弟子のカウンよりも生地は少なく、ほぼ全身タイツと言っても過言ではありません。神格のためにバイトのシフトを週3から週7に増やした冒険者も多いでしょう。衣装だけを見るとモナと少し似ていますが、場所によっては出すところを出し隠すところを隠す、そのバランスが絶妙であり、仙人たちも認めた神格の大人ボディは妖魔だけでなくリーウェに住む思春期の男子諸君の目にも毒でしょう。神格をお茶に誘ったリーウェの狼たちは妖魔と間違えられ退治された過去もあるとかないとか。声をかけるときには注意が必要でしょう。しかしカウンといい龍雲釈風神君の下で修行したキャラは漏れなくこのような衣装になるのでしょうか。リーウェの女性陣にはぜひとも龍雲釈風神君の下で修行していただき、さらなる飛躍を遂げてほしいものです。対はありません。